はい、こんにちは。今日はね、ご近所の宮田さんのところに遊び来てます。4000枚やられた巨匠ですよね、やられた自慢の。遊びに来たついでって言ったらあれなんですけど、一つね、相談事っていうかね、持ってきちゃったんですけど、いきなり。はい。で、この方は、いろいろに住んでるんですね。いろいろあったの、パナイ島というところの、ロハスとか、よく車は安く売ってるとこじゃない、はい、あ、そうなんですか。うん、いろいろに在住の方で、住んで9年という方で、この方今年70歳になるという方で、奥さんがね38歳で、8歳のお子さんがいるんですね。で、年金で暮らしているということで、年金の額が月平均にして約11万円ってことなんですよ。そこそこありますよね。そうだね、で今ペソに直すと約5万ペソあるってことなんですけれども、2年前に、車が必要だと思い立って、トヨタのウィーゴっていう小さいのハッチバックの車あるじゃないですか。あれのね、新車を5年ローンで買ってしまったそうなんですよ。ローンで、それがまあ、かなり突発的にその、まあ、車を展示してあるところにいて、ダウンペイメントっていうそのちょっとした頭金だけでこっちって車買えるじゃないですか。でダウンペイメントが 8K って8000ペソって出てて、8000ペソで車を買えるならって言って買っちゃったらしいんですよ。で月々の支払いが約ですね1万5000ペソなんですって。で5年間なんですよ。でこれ計算してみると、5年間というと60回だから約全部で90万ペソを払うようになるわけですよね。でこの車新車で60万ペソなんですよ。まあ金利がやたら高いんで、でこの方そのトヨタのウィーゴを、まあ、2年前に買って、まあ、乗ってるわけなんですけれども、月に5万ペソの収入が年金から入ってくるっていうことなんだけど、この中から1万5000ペソの車のローンを払ってしまうと3万5000ペソしか残らないわけなんですよね。で、お住まいは小さい家を買われてるということなんで、家賃はかからないんですが、お子さんの教育費ですとかそういうことを考えると3万5000ペソじゃ苦しいということで、まあっていうことなんですよ。でこの車を手放したいんだけれども、このローンの状態がねちょっとねよくわからないってこの方言うんですけれども、普通ローンだったら例えば5年ローンで2年払った場合ってあと3年残ってるわけじゃないですか。でその時点で全額払うと、そこから先の金利分というのは払わなくていいようになるじゃないですか。ところがなぜかその金利分、最初から90万ペソのローンとして組まれてしまってるみたいで、金利分が返ってこないって言われたって言うんですよ。そういうのってあるんですかね。あるんでしょ。僕も聞いたことある、そんなの。あ、そうですか、うん、途中で全部返してもその先の部分の金利もその元本だけじゃ済まないってこと。それはあれだよ、まともな金融ローンのさ借り方じゃなくて、フィリピン人が間に入ってね少し儲けようということで個人的にやってんじゃない。じゃあもうその先々の金利から何からもうフィックスで、じゃあ、はい、90万ペソのものを5年払いねってなってるんですかね。いや日本人だからね、払いは確実だから。フィリピン人はそういうお金の出し方もするんだよね。で1万5000ペソを2年だから24回払ったってことなんで、1年で18万ペソ36万ペソ今までに払ってるってことで、まだ56万ペソになるのかな。54万ペソですか。54万ペソ残りがあるってことで、当然60万ペソの車を2年使った後で54万ペソで売れるわけないじゃないですか。売れるわけない。でこれ手放してもお金を払わなきゃ手放せないってことですよね。そうです。これね、これ僕に買ってくれって言ってるわけじゃないですよね。これもうどうコメントすればいいですか、これ。まあ、あんまり先考えなかったんだろうね。私なんかここの土地へ来た時にね、前の女に騙されてさ、すっからかんだったでしょ、はいはい、マイナスから来てるからね、そういうのってすごく慎重よ。だから
そうだな、このまず家を建てたい、うん、それで家を日本にいる友達に言ってさ、少し借金してね、うん、まず家を建てて、はい、少しずつ少しずつ充実させてたわけですよ、はい、それで今だってほら中古車でしょ、うん、15万ペソで買ったけど結局修理代入れて20万ペソになっちゃったけどさ、うん、そうやって今来てるから今は貯金こそないけど借金もないし、うちもあるし、ある程度の土地も買ったし、ね、中古の車もあるしって人並みのことできてるけどさ、この方5万ペソを、ね、月々入ってくるうちのお子さんもまだちっちゃいのに1万5千ペソ車で来る、これダウンペイメントが8000ペソだからって、8000ペソでまあ車が自分のものになるから買うって、これあまり知識のないフィリピン人並みですよね、これは。うーん、ちょっと無茶だな。うん、でまあね、どうしましょうってことなんだけれども、どうすることもできないですよねこれね、うん、それだったらその車にね、うん、あの稼いでもらうしかないね、レンタルするとか、車をね、それこそ1時間いくらとか1日いくらとかであのか借りてくれる人を探してさ、うん、あのよくあの張り紙かなんかしてあるじゃない、はい、フォーセールじゃないけども、うん、だからそういうことでもって日本からフィリピンに来た観光客に、うん、あの走り回るんだったらね、1日いくらで貸しますよと、うん、そういうようなことをして車に稼がさなきゃ無理だよ。まあ、商売としては無理だから、個人的にね、そういう交渉をしてね、アルバイト、うん、まあね、これ手放すっつってもお金足さなきゃね、このローン終わるってことできないですよね、うん、当然ね、とにかくその車にかかる経費ぐらいはね、車に稼がせなきゃ、だからもともと無茶ですよね、5万ペソしかないのに1万5千ペソのローンを組んで、子供もいて奥さんも若いのにね、これもうちょっと考えてください、先を。まあその奥さんも甘いな、ですよね。どうして反対しなかったのかね。やっぱり車って言ったらなんかこう金持ちの象徴じゃないですか、ステータスだけどね、うん、でもそのステータスを得て自分が苦労するんじゃね、本末転倒だよね、うん、まあ、うちなんかだって車買ったって本当は新車欲しかったよ、うん、でも新車買ったらどうなるかってことを自分で考えてね、中古車にしたんだから。まだね、貯金があって半分でも頭金入れとくとかね、うん、ただそのなんていうの、金利込みの値段をね、うん、あ、全部それを均等払いっていうのはそれはちょっと私には納得いかない。なんかデーラーじゃなくて、なんか仲介の業者か、なんかそういうのでしょうね、うん、そう、あの絶対にあれですよ、日本人はそういうとこ真面目に返すからね、うん、損はしないと。で、まあ思ってますよ、最終的に車を押さえてしまえば ね、うん、そのお金を貸した人はね、うん、あのマイナスにならないから、うん、それでこの、日本人の方からね、うん、少しずつでも損害金取ればいいんだから、うん、まあ今答えとしては今宮田さんのねアドバイスとしては車に稼いでもらえってことなんですけど、まあこの状況終わってね、まあいろいろね、日本人も住んでる方いますし、そういう方の友達なんかがね来た時にでも、まあちょっと有料でね車を貸して稼いでもらうみたいなのどうかななんていうことでしたけれども、あのこういうねちょっと衝動買いはもうお年もお年なんで、もうちょっと家族のことをね考えてください。3万5000ペソしか残らないで子供8歳の子がいてっつったらね、ちょっといきなり振っちゃいますけど、宮田さんって年金いくらもらってるんですか。僕はね今前の別れた神さんにね引かれた分があるから差し引きで2ヶ月に1回、はい、日本円で31万、お、31万円2ヶ月に1回で15万ちょっと。だから今まででレートがいい、日本のねレートがいい時で月15万ペソ、
月？あ、二ヶ月にね。うん、あ、はい、月じゃないや、二ヶ月に一回ね、15万ペソ。今だと大体じゃあ月に7万ペソぐらい。あ、7万ペソは最低来る。大体平均すると7万2000ペソぐらい。あ、そのだけで十分ですね。家賃ないですよね。家賃ないけどね、うん、残らないね。これ残る計算なんだよ、計算上はね。ちょっと内訳聞いていいですか。7万ペソあったとしたら、うん、うち の, あの女房にね、はい、一応生活費っていうことで、はい、あ、3万ペソ渡してます。あ、すごいですね。3万ペソ生活費って、それは、うん、月の生活費ね、食費とか電気代とか、うん、全部、あ、そういうの全部ひっくるめて。ただし、はい、私の車のかかる経費と、はい、あの糖尿病の薬がね、だいたい月に1万ペソぐらいかかってるから、それは私が個人で払ってる。薬が1万ペソぐらい。薬が1万ペソ。それで車の、ガソリン代が月5000ペソぐらい、うんうん。それでまあ、私自身の小遣いってのは酒もタバコもやらないからね。うんうん、ゼロのはずなんだけど、うん、まあ、今日は気分がいいからね、うん、じゃあ外食しようかとかっていうことでね、うん、月に5000ペソぐらいは使ってるかな。外食代は宮田さん持ち。そうそう、うん、だから、生活費以外は全て私持ちということでやってますけども。外での飲食はその生活費3万ペソとは全く別。そう、うん、だけど本当だったらね、月に2万ペソぐらいずつ残るはずなんだけど、ね、奥さんに3万ペソでしょ、薬で1万ペソでしょ、で車で5000ペソって4万5000ペソですね。あと私の使う小遣いがあるでしょ、はいはいはい、だからまあ5万ペソはね、しょうがないと思う。でも2万ペソ残りますね。2万ペソは最低残るのよ、はい、それが残ってないの。どこに行っちゃったんでしょうね。だからみんなね、それはどっかの親戚やなんかの懐を助けてんじゃないのかな。あ、ただ私はもうほら、うん、なんていうの、年金でね、はいはい、生活はできるから、うん、そんなことは知ったこっちゃねえやと思ってさ、どうせ死んだらこのうちも土地も車もみんなかみさんの名義だからね、うんうん、もう日本には何の縁もないから、うん、もう気楽にしてるんですよ。ああ、まあ格付き、偶数月に入るんですよね、年金。そう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 、偶数月の月中ぐらいまでになんとか生きながらえれば、また次のが入ってくるってことですもんね。そうそうそう、うん、それがね、まことにうまくいってるというか、うん、持つんですよ、お金が。おうおうおう、だけども残らない。大体きっかりなくなる。きっかりなくなる。でももうお金のことはね、あんまり言いたくないからね、食べていければそれでよしと。あれでもこの前、だいぶ前、宮田さんなんかその年金が入ったら1万ペソは頭引きでなんかどっかに隠しとくって言ってなかったでしたっけ。もう隠すのやめたの。あ、無駄だった。うん、私はもう全て正直に1円も間違えないようにかみさんに言ってます、うん、日本から入るのはこれだけ、うん、で私の糖尿病の薬はこれだけ、うん、もう全部書き出してね、うん、これしかもらってませんよって言ってるから、うん、ちょうどうまくいってるんだよ。あ、だから何のごまかしもない。奥さんがその入ってくる額をちゃんと把握して、そう、きっちりと使い切ってくれてると。そうです、うん、だからね、よく日本人の仲間はね、うん、必ず奥さんに内緒で金を少し持ってろって言いますよ、うんうん、でもそれがいいか悪いかね、うん、私の場合にはもう全額一銭も狂わずに女房に言ってるから、うん、逆に女房はその中でうまくやってるからね、うん、それでいいと思ってる。へそくりとかって宮田さんしたことないですか。へそくりってのはね、うん、女房の持ってる貴金属、うん、いざとなったらね、それを持って質屋へ走りますよ、うん、それでもって急に必要になったらそれでもってね、うん、10万ペソやそこらすぐ与立てるでしょ、うん、でそれをまた翌月返せばいいんだから。いや、そうじゃなくて宮田さんが奥さんに隠してどっかにこうしまっとくとかっていうのは一切してない。それはあるでしょ。ありますよね。ね、うんうん、それはもう向こうの才覚だもの、うんうん、あ、いやいや、宮田さんが隠してるってこと、奥さんじゃなくて。いや、私は隠してない。あ、隠してない。もう家計簿ってのね、
必ず私はつけてるから。いや、そのつけてるんですか。私つけてる、だから今月は私はいくら使いましたっていうのは、もう一目でわかる。あ、毎日ね、女房がチェックすること、私の財布の中身、それで家計簿、ね、だからもうごまかしようがない、1円も。でも1円も残らない。でその家計簿と財布の中身を見て、年金が入る日までできっちりと使い切ってくれると。それでもね、面白いんだよ、あのなんか非常にアクシデントがあってね、困ったな、金がねえなって言うと、うちのおっか持ってくんだよ。どっから出てくるんですか。わかんない。どっか貯めてんだ、ちゃんと。あのね、この間見てたらベッドの下ね、マットまくったらね、金があったよ。だでも私は知らないふりしてんの、優しい。ちなみにいくらぐらいやったんですか。黙って10万ペソは持ってるね。あ、そんな持ってたんだ、だから銀行に特別預けてないけども、宮田銀行のベッドの中に置いてあります。だから何かっていう時はね、必ず全然顔色も変えないで金が出てくる。もう考えねえっていい奥さんじゃないですか。いいんじゃない、いざという時のためにね、だからね、持っといてくれるわけだから、みんな言うんだよ、フィリピン人は 100% 信じちゃいけないって、私も 100% は信じてない、でも 99% 信じてます、もう騙されたってね、私食べさせてくれてさ、安楽に暮らしてるんだから、もうそれでいいやと思って、逆にね、その奥さんがね、隠してるお金を宮田さんがね、持ってたとしたらね、多分ね、この人使っちゃってなくなってると思うから、その奥さんがハンドリングしてて、これね、正解ですよ、多分、もう今私が73で、女房が36でしょ、だから私死ぬまでは大丈夫だなと思ってんの、その死んだ後のことはさ、分かりようがないじゃない、だからこのうちがどうなろうとね、それはもうお任せ、いいんじゃないですかね、それでね、そうです、ちょっと全然話ずれちゃった、この方の相談より宮田家の、ね、台所事情の方に来ちゃったけど、最初の相談、トヨタの新車買っちゃった方はね、さっき宮田さんの答えでもあったように、なんか車に稼いでもらってね、もう売るに売れない、処分するにできないローンもあるんでっていうことなんで、車に稼いでもらえばっていうことでした。で今ね、宮田さん家の台所事情をちょっと聞いちゃいましたけれども宮田さんとこね、月に7万ペソ以上あってもね、中古車買ってね、大事に使ってて、2年前でしょと、この人今年70というか69歳、67歳で衝動買いにしてはちょっとね、ちょっと子供っぽいですね、しっかりしてくださいということです。今日の宮田さんにいろいろね、台所事情話聞いちゃいましたけど、皆さんありがとうございました。お粗末でした